初代ネギ師っていうね、うん、超美味しいネギを作る人と私知り合いで、うんまあ、芸人結構知り合い多いんですけど、うんまあ、ネギが送られてくるんですこの時期に、うん、ですごいいいネギなんですよ、うん、本当にあのもう本当このぐらい太くてこのぐらい汁出るやつもう切ったら水汁出る、うん、出てみたいなもう本当緑のとことかもう剥いたらもうアロエみたいなうわベロベロみたいなすごい甘いで、僕たちがもらうのはちょっとそのネギの中でももっといいのもあって、うん、もっといいのだともう本当にミシュラン的なホテルとかにおろすようなネギね、うん、それの、普通に市場に出回るやつを僕たちもらうんですけど、うん1本で3、400円とかするの、うん、1本でそれが2本入った袋高っこれが3つ来たのよでその1つを1階に住んでる大家さんに渡したって言ったじゃん、うん、であの300円か400円なんだけど1本、うんそれを嘘ついてさ2000円って言って渡したって言ったじゃん、うん、沼津でそれをすごい悲しいそのなんで俺はなんて浅はかなんだみたいな、うん、ちょっとすごいいいものもらいましたっていうのを強めに伝えたくて、うんまあ、2000円ですって言って渡しちゃったんですよ、うんまあ、後悔してるんですけど、うん、あのコンビニのさ後ろにあるあのお菓子あるじゃん、うん、箱の、うん、あれくれましたうわもうごめんなさいと思って2000円相当ってこと儲かっちゃったネギありがとうとっても美味しかったって言われてもう言えないじゃんもうこのぐらいのお菓子のあれも向こうも焦ったじゃんそんな2000円のネギ渡したらもうそうなんか返さないとって思って多分買ってきてくれたどっかでごめんなさいいやもう言えないなそれなちょっと次は本当にそのぐらいのネギをちょっと探します本当にね